というわけで始まりました愛と二組の気まぐれでドゥーン。というわけでね、まあサブチャンネルなんで、せっかくのまあもう雑談コーナーを作ってしまってね、これのこの俺のね愚痴をただ流すだけのクソアカウントにしてしまおうかなと思っております。昨日ね、すごい中二病臭いね、こうただ走って最後に人投げるだけのね動画を撮ってね、まあねこれがねすごい疲れて、久々にねこう石とか登ってこう大阪城の周り走って、で編集もあれ4時間ぐらいかかってね、英語もねこう単語の意味調べながらこんな感じかなとか思って、こう俺のできる限りのこうね英語の能力でやったから、間違ってるところもあるかもしれんけど、まあそれはそれでいいかなと思いながらね。でまあそれで疲れてさ、何が強烈って、俺は起きたんが1時50分で、平日よ学校あんのよ。1時50分に起きて2時15分に学校着いて、すっげえ怒られた。薬飲まへんかったら起きられへんわけよ基本的に。薬ねこう入れててんけど、口になんかねこの歯の隙間にずっと残ってて、噛まへんかっただけへんからね。というわけですごい遅刻をしたという話でした。そんなことはどうでもよくて、まあそれでね、昨日撮ったうちのね、まあ一人で僕、まあ俺がね昨日撮った中の一人よ、メス委員長っていう、まあ、あだ名のやつがいて、フェンシング部主将なんだけどね、まあそいつがね明日休日じゃないか、明日の休日になんか試合がある、中学だけで、まあそれに出るってことで応援に行きたかってんけど、なんか来んなとか言われたから、まあ何しようかなと思ってね。でまあ俺の下僕の内蔵太郎とかいうね、まあチョコエッグと争ってきたね、結局イベルタで出し上がるっていうすごい、クソ野郎なんだけど、そいつを誘ってどっか行くかなと思ったら、なんかもう映画行くとか言い出すし、マット木下はなんかマット木下でなんかやるらしいから、どうしようかなと思って。ぶっちゃけね、レイコさんにこう花がないからちょっと手伝ってもらえませんかねっていう話をしてて、俺の中ではちょっと進展したかなと思ってねんけど、前のバドミントンのやつでなんかしょうもないことを言ってしまったせいで、なんか振り出しに戻った気配がするので、どうしようかなと思って、今もなんか全てがこう悪い方向に行ってる気がする。なんかねどう思うくももんお前が悪いやろ。うちのくまもんはド S やお前のせいや、お前のせいだ、お前のせいだ。なんかさ、木下もさ、ヤング KZ とかいうね、なんか下ネタばっかり言ってるやつをうち流したせいでさ、俺がちょっとハマっちゃってさ、そのリズムにやったろうかと思ったけど、ちょっとさすがにちょっとやばいかなと思って、あともう手の皮が剥がれすぎて痛くてしゃあないんやけど、痛いというか痒いし、めっちゃ痒い、手の皮が剥がれて、ほらもうなんかここだけじゃなくて、なんかもう手全部剥がれてんねんけど皮。これがまあ俺のカルマということでね。まあそんなことはいいや。とにかくね、結局ね、明日どうやって過ごそうかなと思って。奈良行ってくるわ、多分。元気があったら奈良行ってきます。で、元気がなかったら、どうしよう。流浪に検診に行くか、家でゴロゴロします。
はい、以上。じゃ、またな。